さて今回はスノー違う寒い寒いマウンテンです。ではいざやってまいりましょうか。まいりましょう。よし行こう。今回はこちらエルシー、神の水を知る世界のエルシーです。このデが超好きなんですよねこれから動画でいろいろ使っていこうと思って。で、ではね、早速ね、行きましょう。まず100枚コインから行っちゃおうかなと思うんだけど。いや、これ、倒すの超むずい。やばい。花子さん。この1枚取るか。いやー、散らばりすぎ。あー、消えた、だいぶ消えた。うわー、もったいねえな。3枚くらいロストしたな。まあ、しょうがないか。どっか別のとこで調整だな。トントントンと。すると、この辺に出てくる雪だるまを、なぜかくるくる回すと倒せる。倒せるように、倒せるっていうのを知ったのも実況初めてからだからね。小学生の時とか知らなかったから。あ、やべ。これどうやって乗るんだっけな。あ、普通に3段か。この1枚取って、で、持って、おっと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 。ん?わっしょい。で、持って、中に入る。OK。で、持って、花子さんじゃなくて、この子名前なんつうんだっけな?ポイ花じゃなくて、なんだっけ?ポイ花はあれだよね。マリオカート Wii のモブだよね。あれ、なんだっけな、これ。花子さんじゃなくて、やばい、出てこない。この1枚取って、もう花子さんでいいよね。取って、あ、いるのか。お、できるかなぁ。ほ、ミス。この縛りがあるかなぁ。影で。よし。あ、1枚逃してるっぽい。音が。取れたと思うよ。54。よし。いいんじゃないでしょうか。これコイン回収できるかな?この辺、この辺、完璧。びっくりするくらい完璧。おし。これ踏むの相当むずいぞ。届け !OK、全然届いてた。OK、OK。いいね、順調ですね。とろいけど順調。雪だるまはここはスルーでいいかな。76。ガマグッチだっけ。ガマグッチが大丈夫かな。あ、てか全然足りてねえわ。あ、怖え。全然足りてない、足りてない、足りてない。しまった。お、お。92。あ、足りたかな。ここで2枚あったよね。だよね。96。あ、足りました。大丈夫でした。よーし。いけた。取ったからの97か。もうちょっとで終わりだな。よいしょ。 OK。 98。まずはめんどくさい100枚コインと赤コーラを終了。じゃあ順番に取っていきましょうかね。多分てっぺんでカラーじゃないこれだね。おでこですね。じゃあいきましょう。おでこ。あ、ミスるパターンもあるのか。ちょっと左目からじゃないとダメなのかな。おー、ムーンウォーク、ムーンウォーク。1、2の、よいしょ。無理やり乗って、どうすんだっけな。なんかあったよな。この辺じゃなかったっけ。なんかあったよな。
あ、こうだこうだ、そうだそうだ、オッケーオッケーオッケー、ほっほっ、うっ、壁キック超むずいよっ、ほっほっほっ、オッケー乗った、ちょっと時間かかっちゃったな、でもあ怖え、ここ取んの、幅跳び出たと思ったら出なかった。オッケーです。おでこオッケーです。大雪だるまのおでことかっていうタイトルだったと思う。さあ、2番目はなんだ？つ？ごめん、わかんない。氷の国のドンケツだ。なるほどね。じゃあ、サイコクラッシャーだ。技名があるんだよ、これ。びっくりでしょ。どこにいる？ドンケツ。オッケー。うわっしょい、何やったか全然わかんなかったろうな、多分もうちょい右かも。 OK、 また改めて撮るときお楽しみにしてください。何が起きたかわかんない方はね。3番目は何だろう、うわわかんない。でも多分短いってことはオブジェだな、あれだな、1,2 の、うわー三段ジャンプ超むずい、2の3ガリア、うおほう。頭から埋まっちゃった、距離感つかめねえな、こんなもん、違う、もっと手、もっと奥、うわ頭から、これでこんなに苦戦するとは、6秒で終わるスターなんだけどね、これ。 OK、 どこにいる、 OK、よしよし、この縛りの難しさが現れたな、今のは2回もミスるなんて。甲羅に乗ってだな、冷たい池を越えての手だと思う、多分。ほっほっ、 OK、 ここですね。まあ冷たい池なんて越えてないんですけど、そこは突っ込まないであげてください。冷たい崖を越えてって感じだよね、冷たいのもお尻一点みたいな。さあ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 、ラスト、早くもラスト、ふわふわさんのオチだと思う、多分チで終わってれば多分そう、あ、うん、多分チだね、あれはね。よし、早い、今回早い、ん？よいしょ、ミスター、あぶね、よいしょ、よっしょい、どこにいる？入れた、よし、マリオステンじゃないとちょっと動きが鈍るな、やっぱりこの縛りじゃなくてもマリオステン使うね、ここは自分は。どうすんだっけ、あ、こっちだこっちだ、確かこの辺だったはず。ミスター、はい、 OK です。お、終わった、早っ、おー10分かかってない、頑張った俺。じゃあちょっともうちょっとやっちゃおうぜ、めんどくさいステージがねいくつか、いや1つあるんだよね、それを終わらせちゃいましょう。この中に177111だから17枚ある。もう終わりだね、この縛りもね、早くもね。まずここでカツアゲをします。はい、カツアゲスター、よし、もう一枚取っちゃいましょう、自分が一番嫌いなスター。お、乗れた、これほんと苦手なんだよな、その上この縛りだからな、ちょっと不安だぞ。落ちたくねえな、でもどっち行けばいいか分かんないし、こっちかな、
怖え。おぶね。オッケー。超慎重に行こう。これミスるとね、ワンフロアまで落とされるんだよ。それがめんどくさくて仕方なくてね。取って、で、ここ確かね、緑の悪魔いるんだよね。その近くのポール多分ね、緑の悪魔ですね。確かこれ乗るんだったな。あぶねー、結構ギリじゃないこれ。あぶねー入れない。で、確か一番高いとこに行くんだったかな。どこだっけな。うわ、わかんねえ。これか？違うな。まあ、とりあえずこれ取って、これだ！これだ！え？あぶねえ！どうなってんのこれ。あ、怖っ！あぶねえ！死ぬ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 。怖い怖い。とりあえずもう一回これに入って。真左向いて、これだ。この上、ここに赤、ああ赤コインが2枚ある。オッケー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 。ああ怖え。で、この状態で確かここ取りに行くんだったかな。あ、なんかあそこにもあるじゃん1枚。この下にも1枚あるんだよ。どこにあんのこれ。ここ？あ、違う！あぶねえ！下にあったー！超下ってるな。分かってたけども下るの。じゃあルート再確認しないとダメだな、これは。全然覚えてねえや。これ取れるかな？あそこな？こんなもん？マリオどこ向いてるか全然わかんないもん。オッケー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 、ヤッホー。もう一枚は多分これですね。そしてね、多分これ一番最初に取んなきゃいけなかったやつだな。ちょっと高さ的に両方とも届かないんじゃないかな。どこに行けばいい。多分あそこは届かないから、一旦ここ経由だね。あ、あ、いいのか。で、持って、どこだっけ？あれか。確か結構高めでよかった気が。あ、てか、こっから行けない。あ、無理だね。やめとこ。無理しない。よーし、無事回収終了。超時間かかった。難しいな、この縛りほんと。どれだっけ？あれか。怖え。あ、やべ、意外と早い。一回旋回する。切れるなよ、これ。怖い。切れそうで怖い。おー、終わったー。オッケー。大変下りまして申し訳なかった。ここ、ほんと苦手だな。さあ、105枚ですね。ラスト、チクタックロックとレインボーロード。レインボークルーズ終わらせたら、この縛りも終了ですね。いや、だいぶ長く時間かけちゃったけど、マリオ64。パート2かな？パート2か3ですね。で、終わりますんで、ぜひ見てってください。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。